日はこれからゆるっとひそっと女子本音トークライブトークショー始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい。で、今回はですね、今画面共有で出ている3人で、伊藤純子さん、加藤よなさんで、私笠原おとみでお届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。で、今回このメンバーですね、なぜこの3人なのかっていうところですよね。で、実はですね、ちょっと待って、これまた画面共有させていただきます。昨年の11月、北海道でですね、札幌市で職人力店というのがございまして、弊社代表の深澤がですね、こちらにお邪魔させていただいて、セミナーで登壇させていただきました。で、その時にパネリストの純子さん、司会のよなさんがいらっしゃって、そこでお知り合いになって、ちょっといろいろ交流させていただいて、今回このような機会をいただく感じでございます。はい。で、年齢層もバラバラ、まあ、もちろん一番上なんですけどもちょっと世代の違う、女性起業家のお話を本日は届けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではまずは皆さん自己紹介ですね。はい。伊藤純子さんからお願いいたします。はい、ありがとうございます。伊藤純子です。よろしくお願いします。お願いします。私はですね、今ここ札幌に住んでいるんですけれども、札幌でですね、2012年3月にですね、伊藤純子行政書士事務所ということで、行政書士として開業したのが、独立して仕事を始めたのが最初です。で、その後ですね、2015年に株式会社ワタラクシアっていうのを作って、今はですね、会社と行政書士事務所の2つ経営しております。で、私がその2つ経営している中でですね、大事にしている理念がここにもパネルであるんですけど、ちょっと反転してますよね。反転してるし切れてるし見えないと思うんですけど、私らしく働くってここにありまして、私らしく働く、まあ、幸せ、ね、そういった社会づくりをしたいなっていうのが、まあ、モットーというか理念というか思いの中心として活動しております。で、そんな中で私 の、まあ、メイン事業、メインというか、まあ、一本表になっている事業としては、なでしこスクール、女性のための、まあ、企業スクールというものを持っておりまして、こちらは9年運営しております。で、もうたくさんの女性起業家の方がちょっと、まあ、いろいろたくさんいらっしゃったりとかしてる中でですね、女性の働き方っていうところとかもですね、まあ、講演活動したりとか、まあ、いろいろなことをしておりますが、女性の働く、まあ、女性だけじゃなくね、社会的弱者になることがあるような人にとっての私らしく働くがね、叶えられるような、そんなね活動したいと思って日々頑張っております。今日はですね、このトークセッション楽しみにしておりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。では、よなさん、お願いいたします。あ、はい。おはようございます。私の場合はそうですね。子供時代から話した方がきっと、まとまると思うので、生まれが私、ケニア、東アフリカなんです。そして、育ちがタンザニア、もう生まれてすぐにタンザニアに両親が引っ越して、そしてそうですね、18までタンザニアに暮らしてました。で、その後はイギリス の、 美術大学でデザイン、ジュエリーデザインの勉強を得て、タイ、バンコクで宝石の会社で働いて、で、その後札幌、日本で、父が北海道出身っていうご縁で北海道に来て、で、そうですね、私はジュエリー職人として活動してます、ここ札幌で。で、今は下請けで石止め、メレ止めを、うん、の依頼を受けて受けてるんですけれど、その中でそうですね、一番の悩みが、この仕事、もしかしてその注文がパッて止まるんじゃないか、その不安があって、うん、
去年の11月職人力店でビジネスセミナーがあるっていう話があって、その時に司会を担当、どうでしょう、パネリストたち、こういう方たちが集まります、司会しながらも、あ、この人たちどんな人たちだ、すごい興味を持って、でその公演で伊藤純子さんの、大人塾なでしこスクールにすごく興味持って、今そこで世話になっておりますマーケティングを勉強して、ビジネス全体の特に今の時代に合ったビジネスの仕組みを勉強しながら、今後モノコト工房っていう新しい事業を立ち上げたいと思ってます。私はもう一回リスタート いろいろやってうまくいかなくて、まあうまくいかなかったり、なんか進まなかったりで、もう一回リスタートする立場として今ここでお話ししようと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では最後に私ささっと行かせていただきます。東京都世田谷区でオーダーメイドジュエリー専門店を夫婦で経営しております。路面店ですね、弊社は、店舗的には18年目になります。で店内にですね、工房を併設して、私デザイナーで夫がクラフトマンなので、制作デザインから制作一貫した工程でお客様に唯一本物のジュエリーですね、 お届けしております。でジュエリーっていうと仕入れて売るんでしょうっていうふうに言われることが多いんですね。ヨナさんびっくりですよね、それってそう、ずっと使ってるからお店側のそういえばって視点があって、え、作れるのとか言われるんです。いや、作らないと物売れないじゃないと思うんですけど、ジュエリーって作るものなんだとかよくわからないこと言われてですね、で、いや、もう店内に工房併設して作ってるんですっていう風な話するだけでわーってびっくりされるんですね。で、店内に工房併設した路面店って比較的全国的にはレアなケースが多くてですね、ちょっと珍しい工房なんですね。なので、まあ、今はもう全国的にお客様来ていただいてですね、とてもこだわったお客様からのオーダーをいただいて、もちろんマーケティングも今まで勉強して、それをね、一緒にジュエリーとともに成長させていって行っております。以上です、ありがとうございます。はい、では、まあ、皆さんそれぞれの経歴を持って、ヨナさんと私たちはちょっと同じ系列の、はい、お仕事ではあるんですけれども、まあ、やっている立場だったりとか場所だったりが違うので、またいろんなお話をさせていただきたいと思うんですが、皆さんの起業したきっかけっていうのは何になるのか、ちょっとお話しいただきたいと思います。純子さん、お願いします。はい。ありがとうございます。そうですね、私の起業したきっかけって、まあ、2012年の3月に始めたので、その前っていうことになる、結構10年ぐらい前の話になるんですけど、私の起業したきっかけって、もう本当に何だろうな、まあ行き詰まったからっていうところ、消去法で起業になったっていうところが本当のところなんですが、当時私、まあ、子供が今3人いるんですけど、一番上の、まあ、息子がですね、生まれた時に、まあ、専業主婦だったわけなんです。私で専業主婦だったんですけど、その前は大学卒業後新卒で入った会社をちょっと病んで辞めてしまって、20代は、まあ、自律神経失調症 で引きこもりでっていうところがあって、キャリアを全然積んでなくて、で、まあ、結婚して、まあ、札幌に来たんですけど、そこで、まあ、知り合いも誰もいないし、専業主婦だしっていうところで、こう、まあ、子供を、まあ、0歳だった息子、その当時5ヶ月、6ヶ月の赤ちゃんなんですけど、抱っこした時に、これは本当に今でもすごく鮮明に覚えてるんですけど、起業の原点が、クリーニング屋さんに行った時に、息子を抱っこしてクリーニング屋さんに行った時に、受付用でこう、まあ、クリーニングの、ね、お洋服渡したりする時に、私もいつかこうやって働けるようになるかなと思ったんです。うーん、キャリアも何もないし、したいこともなかったので、なんかこうこんなこういったね、クリーニング屋さんの受付とかだったら雇ってもらえるかなとか。でその後スーパーにお買い物行った時に、あ、スーパーのレジ打ちも私ね、それならできるのかな、なんか研修きっとあるだろうし、仕事できるかもしれないな、なんてそんな風に思ったんです。その時に、まあ、いきなり起業じゃなくて働きたいっていう思いが湧いてきて、
ね、このまま大きくなってきた時にいつ働きに出るんだろうって思ったし、その時すごく、ね、20代自信ないっていうか、まあ、マイナス自信がマイナスな時期を経てですね、まあ、子供を産んでますます自信がないというか、まあ、誰々のね君のお母さんとしてしか社会に私存在しない時にすごく私がなくなってしまったように感じたんですね。私という存在がなくなってしまったみたいな、そういった日々があってうつうつとしてた時に、こう私の多分そのアイデンティティの確立と言いますか、一人の人間として立ちたいっていう欲求がですね、働きたいっていうところにつながって、じゃあ働こうって思ったんです。でそこから、まあ、最初は雇われて働こうと思って求人だいぶ見たんですけど、やっぱこうキャリアがないし専業主婦だし子供の預け先どうするのっていうところからやっぱりこう働き先が見つからなくて、でじゃあどうしたいんだろう私ってなってた時に、あもう自分でやるしかないんだなって、なら働くのは雇われてっていうことを私スキルがないからできないなって思って、じゃあもう起業しようって思ったのが本当の最初のきっかけです。もう本当にお話を聞かないとそんなも全然想像もできない。なんか皆さん勇気もらえますよね。女性の皆さんからだったので、ね、本当何もなく、何もわからないところから、行政書士っていうのだけは実はまあその引きこもり時代にたまたま取ってたというか、そうなんですね。自信がなかったので国家資格のなんか受験して、こうが欲しかっただけで、別に行政書士になりたかったわけじゃなくて、2007年に受かったんですけど、でもそれは放置しておいて、それでも起業するって決めた時にでも何もできないと思ってたので、私考えたんですよ自分の人生の、何して生きてきたんだろうね、何もないけどって思ったんですけど、でも起業するってことだけ先に決めちゃったので何かないって思って、でその自分の過去を掘っていった時に、あそういえば行政書士試験って受かってるわ私、これって多分なんかなんとかなるんじゃないっていうところから、何も分からない中その合格書を引っ張ってきてもうそれしかないと思ったので、もうとにかく登録しなきゃ開業しなきゃって思って、必要な書類を集めたりとか手続きとかをして、でまあ、ちゃんと行政北海道の行政書士会に登録されたのが2012年3月1日だったので、その日が私にとっての開業日 で、そうなんですね、すごい。なりたくて やって始めたわけじゃない。でもそんなものかもしれないですよね、もしかしてね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではヨナさんお願いします。いえ、もう本当純子先生には、たくさん勉強して、はい、あります。そうですね、私の場合はよくあるあの作るものづくりしている人でよくある好きだから、これを仕事にしたいっていうのが、はい、ずっとありまして、そうですね、実際にあのジュエリーを作るっていうのは札幌に来てからなんですね。それまではジュエリーデザインを勉強して、でちょっとその仕事もあの経験したり、でタイでは宝石の会社で勤めてたんですけれど、ジュエリーを実際にデザインとか作る経験はなかったんです、その時点では。で作るのはやっぱり私作るのが好きで、小さい頃から結構細かい作業とかなんかいろいろ作るのが好きで、すごい面白いな、ジュエリーって本当に面白いなって、やっぱ作りたい、自分で作りたいって、これお仕事にしたい、でも技術がない、で今私は北海道札幌にいる、これってどうしたらいいんだろう、で教えてる、その技術を教えている教室が札幌の中央区にあって、親子で経営している教室があって、そこで、はい、専門コース、もうプロになる専門コースがあったので、そこに入りました。はい、で、最初、本当、基本技術からゼロから学んで、で徐々に私、当時、日本に来て、まだ日本語がすごく、なんていうの、あんまりうまく話せなかったんです。だからずっと外国人のコミュニティの中で、暮らしてたんですね、そこからいろんな人に何やってるの、面白いことやってるね、作って、そこで売り始めて、そこがスタートでした、勉強しながら持ってたしね、徐々に技術も上がって、でもやっぱり私はそうですね、自信がないところは日本で奪ってない、日本の教育受けてない、資格も何もない、
でも私ジュエリーしか作れない今。そして2019年に貴金属ソーシング産業の国家試験技能検定試験をまず2級を受けたんです。そして21年に1級を受けて合格したんですけれど、いいものを作って当たり前なんですね日本って。すごい質のいいものたくさんあって、これが当たり前の国というか環境なので、だからといって売れるわけじゃない。せっかくここまで来たのにどうしたらいいんだろうそこで悩んでた時に去年のビジネスセミナーが、はい、開催されて、あ、これはここに何かあると思って今ここ3人集まりました。バーって早くざっくり言うとこんな感じです。ありがとうございます。まあでももともとジュエリーに携わってたんですもんね。そうですね、それこそ形は違うんですけれど今は作ってる方なんですけど、私が生まれ育ったの家庭が、はい、そうですね、父がもともと宝石の原石を、うん、輸出してた仕事を50年近く東アフリカ圏で、はい、やってその仕事をやっていて、ジュエリーではないんですけどその材料の方、うん、ジュエリーの材料になる宝石の本当それもカットしてない石ころの形の、ものを見てました。だから完全に違うわけではないですね、うん、そうですね、はい、だから結局今思えば本当最初の段階、地面から掘った石からそれをカットして、うん、それがまたジュエリーになる形全部見てると思います、うんうんうん、それもなんか伝えれたらなって。そうですね、そうですね、なかなかないので、うんうん、確かに確かに、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、みんなそれぞれきっかけが、純子さんのきっかけはちょっと強烈でしたねすごい、みんな女性にすごく勇気を与えるお話で、でもヨナさんも日本に来て最初は日本語がね、あんまり話せなかった。でもそれも信じられな い, いや話せたんですけれど、うん、その片言外国人が話す、うん、よく ただ私片言だったんですが上手くなりましたね。もう全然おかげさまでですよ素晴らしい、はい、そうですね。で、私の起業したきっかけっていうのは、私はもともと就職した時にもうジュエリーデザイナーとして大手のデザイン室に就職したんですね。で、そこから10年ぐらい勤めた後に、まあ、ちょっと独立ばやりだった時代っていうのもあって、まあ、先輩方が結構まあ独立されてたので、なんかかっこいいなと思って私も独立したんです。で、それをきっかけに、まあ、結婚っていうこともあったので、同時に今のクラフトマンの夫と一緒にお店でもオープンしちゃうみたいな感じの軽いノリでもないんですけれども、もう本当にもうそのまま流れに沿って、はい、独立してお店を開いたっていうのは、はい、トントントンっていう感じで行きましたね。まあ、ただその後いろいろまたあるんですけれども、それはまた追ってお話ししたいと思います。はい。ではでは次に、起業してですね、皆さん起業したじゃないですか。その後こう、女性ならでは困ったことって何かありましたか？ああ、ならではですよね。ならでは、ちょっと男性には話も分かんないよねみたいな、そういう感じの話、うん、と、あと良かったことも含めて、両面から、うんね、じゃあ私から話しても大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。私が起業したのって先ほどちょっと話したように1人目を産んだ後だったんですけど、あと起業した後2人目3人目も産んでるんですが、これがまあちょっと男性にないところかなと思うんですが、雇用されてる方って産休とか育休あるじゃないですよね、うん、
そうですね、っていうところが起業している女性で、まあ、出産したのも、まあ、困ったっていう経験かなって、まあ、周りが、まあ、産休取ったり育休取ったりっていうのが、まあ、制度としてね私たち事業主にはないじゃないですか、うん、そうですよね、ところで、じゃあ自前のねそういう制度作んなきゃなって思った時に、まあ、制度じゃな会社でね作ったところで、まあね、自分はまああれなので関係なくなっちゃうので、じゃあどういうふうにしたらいいかなと思った時に、やっぱこう出産の時って、まあ、何が起こるかわからない、うんうんうん、そして、まあね、母子ともに健康だったよねって言えたとしても、このリアルタイムの時に、まあ、今順調だけど、ね、どうなるかわからない、命がかかってるしっていうところ、うんうんうんね、で例えば2人目3人目でもやっぱ全然違うので進み具合とか、うんうんうん、こうまあ、健康であることがやっぱり第一だし、母子のね お互い健康であることっていうことが第一の中で、じゃ あ, まあどうやって仕事を調整しようかとか、やっぱこう臨月に入ったら、まあ、アポは入れられないし、臨月に入ってなくてもちょっとリスクがあることは、まあ、やっぱ先方に常に伝えなきゃいけないしとかいう調整があったりとか、あとはそのまあやっぱ産後1ヶ月はちょっと休まないと後々ね体がきついことが分かるので、やっぱ少しペースを落としたいなと思った時に、でも売り上げは落とせないよねって、それこそ私一家の大黒柱なのでできないよねってなった時に、その時になんかこうやっぱマーケティングっていうところにすごく助かる、こう自分が働かなくても、ちょっと私が2人目産む時に自分で掲げたのが、分娩台でも売り上げが上がる仕組み作りっていうのちょっとめっちゃ強烈なキャッチコピーですね。ですね、もう思ったんです。かっこよすぎる。まあ、でもそれは本当に自分がやっぱ困らないと人間って動かないと思うんですけど、私もなんかそれまではこう、まあ、いただいた仕事はありがたくねやっていくっていうのだったんです。それだとやっぱこう時間がお金に変わるっていう働き方しかしてなかったので、これじゃまずいなって思ったんですね。でちょうどその2人目が妊娠7ヶ月の時に、うちの夫のねがうつだったんですけど、まあ、体調悪くなって寝込んでしまって、私が完全に一家の大黒柱になるっていうのがあって、もう本当に絶望しかなかったんですけど、もうすぐ生まれるのにみたいな。ってなった時に、じゃあもうやるしかないから、だったらそれこそまあ自動で、まあ、自動というかまあ仕組みね、お客様がに認知されて気づいていただいて、そしてあのいいと思っていただいて、そして商品購入までっていうところっていうのを一回ちょっとウェブ上でウェブマーケティングを使ってやったこと、そこが、まあ、ちょっとすごく大変だったんですけど、でもそれにおかげでこうマーケティングっていうことがすごく、まあ、自分のものになったっていう、まあ、良かったことになりますかね。うん、本当ですね。いや素晴らしい。いやなかなか強烈なお話で。今ねないかなって、そのなかなかねこう休まなきゃいけないとか命がかかってることとか、そのどうしてもその時間の調整を体調とかいうところって、まあ出産だけじゃなくても女性ってこう体調の波あるじゃないですか。ありますありますね。なかったことにってやっぱできないと思うので、まあダメな時はやっぱ休めるようにした方がいいしっていうところが女性らしいとこかなと思います。ありがとうございます。はい、ヨナちゃんはいかがでしょうか。そうですね、私はあのまず言われるのが、まず言われるのが職人に見えないねって。あ私もあそうと、確かにそうだよねって、あまり女性職人いないし、うんうんうん、そうですね、イメージがなかなかマッチしないですね、昔ながらの職人と、うんうん、あの現代女性のこのギャップが、はい、でも私はこのギャップはこれで、これはこれで、あいいかもって書いて覚えてくれるからって思っています。うんうん、はい、だからそのそうですね、文化の違いもいろいろあって、そうですね、あのアジア系ならではの女性の人たちの、はい、の扱いというか見方もあるし、そこら辺も私すごくあの最初来た頃の方がつらかったですね。どんな感じの違いがあるんですかね、実例で言ったらアジア系の女性とヨーロッパの違いっていうんですか。そうですね、欧米、あ基本私はあの西洋 の, あの教育を受けていたので、うん、もう結構小さい頃から、うん、あの男女平等っていうふうにも教室も先生たちも教えていたので、
日本に来る前はそのタイで東南アジアもここら辺からだいたいその違いがもうバーって、はいはい、体で感じていたのを覚えてます。あ、なるほど、ね、でそうですね、日本はあの面白くてあのハイブリッドっぽいんです。すごい男尊女卑の人の感覚で動いてる人もいれば、うん、今なんていうのすごい努力してあこのままじゃ良くないから変えようっていう人もいて、私はそういう人たちの方にあじゃ あの頑張ろうって、うん、世の中良くしようってそっちの方に集中してます。だからここら辺も面白いですね、いろんなその、うん、なんかあのいうか接し方があって、そうです、ね、扱いがなるほど、うん、みんなそれぞれねもうすでに持ってるイメージっていうのがあるの でそれが違うと、うん、おって、うん、それはそれであの対話のチャンスにもなって、私はすごいあのなんていうの 人との関係をうん、あの最初から頼ってたので、そこでなんかあのつながりがないのか次のなんかあのステップに行かないかっていうふうに、まあ、日本に来てからずっとはいそのおかげで続けてるんですよね、うん、ジュエリーが。はーい、うん、確かに職人さんっぽくはないですよね言われなければ本当にわからないです、うんうんうん、でもなんかそういう人たちがどんどん出てきてもらいたいですね、私は、うんうん、いかにもっていう人本当に なんでなんですかね、あれ絵に描いたようなちょっと怖い、うん、表の職人さんってなんでみんな同じになっちゃうんだろうと思ってすごい不思議、うん、なんかあのジュエリー職人だけじゃないんです、職人さんみたいな他の工房で、あ、面白いことは日本だけじゃないんです、イタリアの工房私見学したことあるんです、似たような感じ、イタリア版ザ職人のイタリア版いました、イギリスの工房も似たような感じでした、面白いこれ、そうなんだ、でそこに、なんていうのそのなんていうのなんか痩せっぽちの東洋人の女性、はい職人ですはいみたいなそもそも力ないでしょ、腕細いしって、あ私 うん、あの今の道具すごくあの便利なので、そんなに道具使ってますなるほど、なんか結構ねあの信じてすぐには信じてくれないから、サンプル持ったりそれこそあの作ってるところの写真とか動画を見せて、うん、はい作ってますって、うん、で今ので職人さんたちはなかなか自分の作ってるとこを見せたがらないから、うんうんうん、かえってこれはプラスあの特に女性職人としてあの、まあ、自分の働き安い環境を作るにはこれが、うん、一番いいです、自分が作っているところ手元姿をあの記録して実際に見せるのが、うん、一つのなんかポイントかなって思ってます。はい、言ってるだけで信じてくれる人ね、うんうんうん、どうかなって思う人の方が多いから。あ、そっか。そうですね、うん。いや、世界共通だとはちょっとびっくりしました。本当ですね。みたいな。あ、タイも同じでした。タイの工房も同じでした。本当。そうそう、だからうちのタカさんも比較的職人っぽくないって言われるんですって。話してと思ったのが、ね、おとみさんのご主人は、まあ、職人ですけど、うん、なんかそんなイメージが私の中でないというか、うんね、いいって言えないんですけど、ね、それはなんでおとみさんから見てなんでなんだろうっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。なんかね、自分が職人って言われるのがすごく嫌ってるんですよ、実は。それは職人に誇りがないとかそういうことじゃなくて、職人イコール彼の感覚の中で使われてる身っていう風に考えてるんね、要するに、うん、はい、誰かからなんかこう使われてるみたいな、職人にやらせとけとか、職人だからここ前に出てくるなとか、そういう感覚を彼は持ってて、で昔はもっともっとそういう感じだったんですよ。職人はなんかもう前に出てこなくていいと、君たちに出てこられたら困るんだよみたいな感じのこう圧力が業界の中にあってですね、それをすっごく嫌ってるんですね。職人が前に出るべきだと、作ってる人間が前に出なくてどうするの、これから業界もう潰れてしまうのみたいな感じが思ってるから、だから僕は職人だけど職人らしくないあの風にしてるんだって、へー、うん、
もうバリバリの職人なんですよ本当は。うーん、なんかその言葉で納得しました。やっぱりねマーケティング勉強されてて、そうそうそう、まあまあ、職人さんでなされてる姿っていうよりこう経営者の姿っていうイメージ、うん、そうですね。なんか、うん、でも今の話聞いて納得です。確かに消費者のその動向としても、うん、やっぱりそのね作り手で選ぶところの時代になってるじゃないですか。なってきますよね、うん、そこをねなんか先生があって動かる。あとヨナちゃんがねあの先ほど言ってたみたいにこう昔は良かったなんかもう将来を感じさせないような職人さんの言葉で、本当に若い人が離れちゃってるから、タカさん的には俺は職人だけどいい車に乗ってあの海外にバンバン行っていい暮らしをしてるんだっていうのを見せればついてくる若い人がいるんじゃないかっていう、そういう考え方も持ってるんですよね、うんうん、職人はかっこいいんだよと、うん、物を作れるってすごいじゃないかっていうね、そこをねやっぱりアピールして後世育てないと、このジュエリー業界がまあまあねオールドビジネスって言われてますから、あの今機械発達してるけどやっぱり人の手っていうところのぬくもりは絶対外せないところなんですよね、うん、だからそこをね、はい、すごく彼は訴えてますね。うん、うん、だから職人っぽくないんだと思います納得です。なるほどです、うん、なるほど、はい、そんな感じですね。そうなんですよ。でさっきからこのマーケティングっていうこうとかね、出てきてるんですけれども、そのもうあの純子さんはねプロだから、マーケティングっていうのはまず一体何なんでしょう難しいですよね変な質問でもこれってこう完璧な定義がないじゃないですか、用語と定義がないからどう捉えるかって人それぞれだなってすごく思うんですけど、うん、まあ、よく言われるのがその売上が上がり続ける仕組みを作ることっていうんですけど、確かにそうだし、でもちょっと分かりづらいですよね。でそうなった時に私があの説明するとしては、そのお客様に来ていただくお客様レッドカーペットを作ることだと思うんですよ。あ、なるほど、はい。これが例えば、ね、ジュエリーの職人さんじゃなだけじゃなくて、いろんな業界の職人さんとかプロフェッショナル専門家って呼ばれる方って、ついついその自分の技術を高めればお客さんが来るだろうって思うじゃないですか、うんうんうん、でも実際はそんなことなくて、でそれが私はなんか仕事とビジネスの違いだと思っていて、仕事っていうのはそれこそまあ専門性をね高めたりとか、こうそれにこうなスキルを深く身につけていくみたいなところ。 でもそれってそこだけ抜き出したら別に雇われてもできることじゃないですか、うん、はい、そうして、なのでじゃあ自分でやっぱビジネスしていくってなったら、そのマーケイコールマーケティング、つまりお客さんが来ていただく、自分のことを知ってもらう、ね、入り口があって、そこから自分の商品にたどり着いてもらう、その素晴らしいレッドカーペットを作ることがビジネスをするなって思うんですね、うん、なのでそれがまあイコールマーケティングっていうふうに私は思ってます。らしい、素敵です。まああれですよね、やっぱり顧客視線で見てないと、ね、っていうことですよね。自分から押し付けるのではなく、うん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 、まあレッドカーペットを敷いて、まあ本当に満足いただく、うん、喜んでこのレッドカーペットを歩いていただくっていう、そうですよね、本当に思います。なんかこう選ばれるのは顧客からですもんね。今までってそのヨナちゃんが言ってて、昔は売れてしょうがなかったっていうのは、何でも売れてたから、お客さん もう何でも欲しくて右からでガーみたいな買っていくような。それに関して聞きたいです、うん、はいはい、本当にそうだったんですか、その例えばバブル時代、まあ、バブルの頃とそのちょっとあの過ぎた時代って、うん、置いとなんか並べといたら売れたんですか。あの私もそのあの現場にいたわけじゃないので、ちょうどその頃に就職したぐらいかな、うん、だけど本当にそうだったって皆さんおっしゃいます、うん、物を置いたらもう即時になくなっちゃうぐらい物が売れたって、ジュエリーが、うん、何でもよかったみたいな感じの、うん、今だと考えられない、考えられないですよね、はい、うん、本当にそう聞きます。だからなだあのこう売る側も作る側も何の努力もなく、ただ単に作ってればどんどん売れてっちゃうみたいなっていうのは本当に聞いてます、うん、だから嘘ではないみたいですよ
そうお話でしか聞いてない、その例えばちょっと上の世代の職人さんたちがよく話すのは、昔が良かったちょっと作って売れて、でその昔のいい時代を覚えているからこそ今がきっと、まあ、面白くない、その面白くない雰囲気を次の世代が見てるから、あ、じゃあ面白くないんだ、なかなか売れないんだ、じゃあ別他の仕事をしようかなって、だんだん離れていくんですよ ね。モチベーションがすごい下がるんです。そのこっちは一生懸命頑張ろうと思ってるのに、それを見てると、うん、うーんって感じ。本当に私ってタイヤがね、タイヤから空気が抜けるんですよ。って感じ。いや、今だったらなんか絶対あの方法はあるはずだって、ね、その方法が何だろうって、何だろう何だろうって、最初マーケティングって言葉は私分からなかったから、ずっと探してたんです。で、やっと、そうです。ちょっと掴んでる感じですね。そう。で、素晴らしい、去年は素晴らしいオールスターが並んでいて、深沢、ジュエリー高さん、夫婦、伊藤純子先生、そして月柴さん、うん、この3人すごいって思って、はい。本当に、本当ですね。昔の人はだから、嫌な言い方すると努力しないでも物が売れたから、おそらく自分を磨いてないんですよね。だからやっぱりマーケティング勉強して自分を磨いてお客様に選んでもらう立場になった時に物が売れたら、もう喜びが100倍ですよね、やっぱり、自分がやってきたことはもう間違えてないんだっていう確信を持ってて、でそれが自信につながって、おそらくもうそれがもう全国的に連鎖していくっていうのができる時代、逆にできる時代だと思います。昔は努力しなくても売れたから、みんな努力しないで、もう努力しない人たちって衰退するともう上がってこれないんですよ。だけど昔の栄光の話をしてるだけで、でも話だけでしょそれって。だけど努力してちゃんと結果を出してる人だったら、あの逆に売り上げ伸ばせるんで、その喜びって言ったらもうすごいですよ。で物心ともに豊かになれる、まあ、なんか別にお金儲けするとかそういうことじゃなくて、やっぱりお客様に喜んでもらえるっていう、そこの感謝の気持ちですよね。すごく私たちも大事にしていて、おそらく昔の人たちはお客様に感謝してなかったと思う。買ってくれるんだもんだって努力しないでも、で どんどん物が売れちゃって、逆に言ったら悪徳な人もいっぱいいたと思うんですよね。で私たちなんかは昔買ったのよって言って持ってこられて、すごい粗悪品とか見せられて、これいくらで買ったんですかみたいな、もう昔のバブルの時の汁拭いをさせられてるって思ってるんですよ、もう私たちなんか。これをあの時代はこんな風に売ってたんだと、粗悪品じゃないかと。でもお客さん気づいてないんですよ、何百万も出してるから。だからこれからの時代はそういうことがあっちゃいけない、やっぱり裏表を作ってはいけない、もう真摯に対応する、こうやっぱりバックグラウンドを見せる、バックヤードを見せる、私たちはこうやって作ってて、こうでこうでこうだからこの値段なんですよっていう、こう納得すればお客様お金を出すので、やっぱりその辺が違いますよね、考え方が。それはやっぱりマーケティングを勉強したから、お客様、顧客がどうしたら喜んでくれるかとか、そういう視点でしか物を考えないので、それが、本当に違うと思いますね、なんかマーケティングを勉強してて。どうですか、ヨナちゃんももうマーケティングかなり勉強されてると思うんです。一番なんか最初に打ち合わせしたように前の脳みそ一回出して横に置いて今新しいのを作ってね、新しい情報インプット、あと情報のなんちゃう流れがすごい早いじゃないですか、今チャット GPT っていう強烈 なんか機能があって、ね、わ、先月ちょっと覚えたものが、もうチャット GPT になってんのこの勢いなんですけれど、その私が今お世話になっているなでしこスクールの今25期ちょうど最後の日なんですけれど、はい、やっといてよかった本当にありがとうございます。本当、ね、最初 のスタート地点に立つぐらい なんですけれど、一番最初にコースの最初に
聞かれるのが何を期待してる、何を得たい、このなでしこスクールから、うん、で私はもうロードマップ地図みたいなものが欲しいって書いたんです。これ言ってないんですけどだからそれをこの4ヶ月間作って、あ、なるほど、いろいろなんかスタート地点って一つだけじゃないんで、いろんなところからスタートできるんだっていうのが分かって、私はもう本当これからなんですよね。皆さんもうすでになんかそれぞれの道はるか向こうに行ってるんですけれど、マーケティング、そうですね、本当私がマーケティング勉強したいっていう、まあ、当時はマーケティングって言葉じゃなかったんです。ただもやもやしてた感じだったんですけれど、日本に来て本当不思議だなって思ったのが、なんでこんないいものが安いの、同じ、あ、具体的に例えば、サービスで言うと同じマクドナルド、ね、世界中にあるマクドナルド、日本のってすごい同じバーガーでもすごい美味しいんです。あと店員さんもすごい優しいんです。これ当たり前ですよね。私イギリスにいたんですけれど、そうか、店員さんよく聞きますけどね、イギリスは、あと店員さんの何ちのスマイル、マクドナルドスマイルない。だからというのは、値段はこれだからその通りのサービスですよっていう意味なんですね、でも日本に来てこの値段なのに、なんでこんなに何ていうの優しくしてくれるんで、質もすごくいいし美味しい、消費者としてはすごく嬉しいですよね。だけど今度提供する側になった時に、え、これ大変だって、どこかで何ていうの負担があるってことだよねって、今まで、でそれを日本30年間これを続けてたんですか。そうですよね、いいものをなるべくうちの求めやすい値段で工夫してた結果すごくいいんですけれど、今度これからものを作って売る人にとってはどうなのかなって思って、それこそモチベーションが下がるんじゃないかって、せっかくいいものを作ってるのに本来の価値にあった値段で売れないっていうのが、きっとこの悩み持ってると思います、作ってる人たちは。そうですね、なんか可愛くていいですね、可愛いわ、可愛いですよ。でそのギャップがきっと私のモヤモヤの原因の一つで、でマーケティングっていうのを覚えた、何かの手がある真っ白の手がか、綺麗に2、5、グー、チョキ、パーかわいいそう、だからマーケティング勉強して、あ、なるほどっていうのがありました。そうですね、なかなかないです、なんか日本だけなのか分かんないんですけれど、いや、独特な、そうですね、環境、経済環境だなと思ったのが印象でした私の印象です。本当に20、30年間失われた時代と言われて、賃金が上がってない日本、やっぱそれはね、日本がやってきた過ちだなとは私も思うんですけども、これからはでもそれと同じことやってたら生き残っていけないので、ただ単にやっぱり値段が高いっていうことだけじゃお客様は買わないと思うので、どうしてその値段なのか、その価値ですよね、自分たち差別化していくのが一番いいと思います。どうしてこの値段でこのサービスを提供しているのかっていう理由が明確であれば、おそらくお客様が納得してなってくると思うんですね。ただやっぱりマクドナルドみたいにマスの世界じゃなくて、そうそうそう、ジュリーはニッチだと思うんですね、ニッチの中でこう私たちが届ける商品は他社と違う、ここに差別化されてますっていうのが明確であれば、やっぱりあるほど高額でもお金は払ってくれると思うので、やっぱりそれもマーケティングだと思うんですね、確かに、いかにやっぱり市場をきちんと
見て、大手とは違うサービスをやってるっていうのは弊社で行ってることなんですけれども、本当にお店来てもらうと分かると思うんですが、とても小さな8坪のお店なんですね。うん、そこのに所狭くこう工房があって、機械が並んでてデザインしてて、でそれはマス受けはしないと私たちも思っているんですけども、私たちを好んで来てくれるお客様をピンポイントで、やっぱりペルソナ設定すごいしてるので、はい、ピンポイントで来ていただいてるので、ご成約率も高いですし、うん、そのお見積もり感にも納得して気持ちよくオーダーしていただいてるんですね。うん、だからそこの辺ですよね。自分がどこのこうどういうところで商品を作っていて、どういうサービスをしていきたいか、ヨナさんが作ることなので、まあ、私たちと一緒にするとかそういうことじゃなくて、どこに差別化していって、ヨナさんのオリジナルはどこなんですかっていうのをやっぱり打ち出していくと、明確にお客様がついていらっしゃると私は思うんですけれど、どうですか、純子先生。いや、私もそう思います。なんかヨナさん の、 その、ね、これから、まあ、育てていくブランドもですね、そのヨナさん の、 そのなんだろう、背景って結構独特じゃないですか、うんうんうん、ね、生まれも育ちも、はい、っていうところ、そこをひっくるめた時にどうしたのなんかその大事にしてるっていうのがね、ヨナさんの場合コミュニケーションっていうキーワードがすごく出てまあ、ちょっと皆さんの特徴かなっていうのがあって、うんうんうん、そこもね、まあ、コミュニケーションだけだとわからないので、それをまあ見せていくっていうところ、一貫性で見せていくっていうところもこれからかなと思うんですけど、そのヨナさんにとって の、 その自分自身と仕事っていうのがもうこう、なんだろう、 すごくもうリンクしてる状態ができたので、そこからのなんか、ね、発信でしていけば、まあ、で、おとみさんも私もね、ヨナさんによく言いますけど、キャラクターがいいじゃないですか、ヨナさん。なるほど。うん、あの忘れられない人ですよね。そうですよね。そう、選ばれていくんじゃないかなって思ってます。うん、いや本当になんかヨナさんあれですか、いろいろここまで来るまでにちょっと諦めようかななんて、あの言葉をちょっと聞いたことあるんですけど、諦めなかった理由は何なんでしょうかね。うん、いっぱいありました。あります。だけどその、うん、書いて諦めようかなっていう時になぜかパチってくるスイッチが入るんです。いや、諦める前に なんか一つやろうよっていうのがあって、まあ、コースを通してやっとその言葉にできたのが、ジュエリーで人の役に立ちたいっていうのがあって、自分の今までそうですね、特にあのジュエリーデザインを勉強したり、最初の頃は自分の好きなものを作ってで、それでいいって思ってたんです。でも技術もそこまで、あのそこで止まっちゃうし、あと、なんだろう、お客さんが本当に喜ぶのってなんだろうと思ったら、今まで持ってたものをもう一回きれいに使えるのっていうのが、うん、あの実際にあのリフォームとかリペアのオーダー受けた時に、すごい違う感覚だったんですね。うん、そう、自分の作ったのを売ってあの喜ばれるのすごもちろん嬉しいんですけれど、もともとお客さんが持ってた大事にしてたものを、あ、別の形にしたり、あるいはまた綺麗にあのちょっとしたお手入れ、私たちには普通にあの当たり前な何ちのお手入れの仕方だけれど、そのあの一般の人ってそこまでなんか発想がないというか、お手入れの仕方もよくわからない人が多いのかなっていうのがやっと気がついて、あ、そうか、そういうのまで目の前で綺麗にして届けると、え、こんな風になるんだって、その習慣がすごい思って、これは人の役に立てるって、うんうんうん、それであの実感したんです。それがすごくもっと届けられたな、届けられるようにしたいですね、うん、そうですよね。そう、本当にジュエリーってすごく皆さんストーリーをお持ちなんですよね。いろんな。で、それに寄り添ってこう真摯に対応していくと、最後にお客様がすごく喜ばれる顔を見られるっていう、こう、うん、やっぱりそれって作ってるだけだとなかなかそういうお顔見られなかったりとかね。でお勤めの方もその お客様に接する場がない方もいらっしゃるから、そういうのってこれからやっていく醍醐味だと思うんですね、私も。うん、でお客様と
こう感動を共感共鳴していく、うん、ことができるとすごく自然に成長できるんじゃないかなって、うんうん、私たちもまだまだなので、うん、そうそう、もうそういう気持ちがやっぱりその昔は良かったって人たちはないんじゃないですかね、やっぱり。そこがすごく違うと思う。やっぱりそこの話していくと、あ、続けていきたいなと思うじゃないですか。うん、うん、うん、私たちもそこをいつも考えてやってて、あ、このすごい喜んでくれた顔を見た時に自分たちの幸せにつながるんですよね、やっぱり。うん、うん、でその後ずっとリピーターで続いていただいたりとか、おばあちゃんが来てて、お母さんが来てて、お孫さんも来るとか、そういう子も世代を渡ってこうずっと付き合いできる関係性が築くこともできますし、やっぱそういうビジネスなんじゃないかなって思ってます。物を売るんじゃなくて、はい、こうことを大事にするみたいな、うんうん、本当ですね、はい、世代を超えたストーリーが受け継がれるみたいな、うん、すごくそうしてあの仕事をしていくととても生きがいにもなってずっと続きますなって、うん、私ももちろん途中でやめようかなと思ったこと何回もありますし、うんうん、やっぱり時代によってこう波があるじゃないですか。でジュエリーってそんなに必需品じゃないんじゃないかって思うこともありました。ジュエリーつけてて何かなんかちょっとね、リーマンショックの時とか 3.11 の時とか、うん、こんな仕事してていいのかなとかってやっぱり思ってたんですね。皆さんがこういう東北とかで苦しまれてる時にジュエリーとかってなんだろうっていう、こう意義が分からなくなってきたっていうか、だけどやっぱり話を聞くとその指輪の内側に打刻されてた内容でその方を判明されたとか、なんかやっぱり意味があるんだなって思いました。すごく大事なものなんだなと思って、それでもうやっぱり、あ、もう諦めないでずっと続けようって思いましたし、うん、うん、だからそうですね、この商売として売り上げだけで考えてやられてる方は、そういう何かがあった時にすぐやめられるかもしれないけれども、うん、私はそういう考え方じゃないので、はい、こうなんかやめられなかったですね。そうやめなくてもちょっとやめられないの、お客さんのこととか考えたら嫌じゃないですか。なんかうちで結婚指輪作って今幸せに暮らしてるのにジュエリーたかがなくなっちゃったんだってとかって、なんかすごい嫌だなと思って、はい、ね、その方の幸せをもうこう受け継い、あの、こう自分たちが責任持ってるのに、だからずっと続けていきたいですね。うん、素敵です。そういうふうに、うん。そうそう。だからヨナちゃんみたいなそのコミュニケーションを大事にされてたりとかする方は本当にジュエリーの仕事合ってると思いますよ。私の職人さんができなかったとこですよね。うん、あ、はい、だってみんなバックヤードが知りたいんだもん、お客さん。すごく知りたがります、はい、どうなってるのって、ね、うん、それを教えてあげるとすごくこうもうわーっと顔が明るくなったりとか、うんうん、特別感を感じていただけるんですよね、きっとね。なんかヨナさんのなんかね、前お客様にしたっていうお話で私がとても印象的なのが、そのね、工程をまあ普通の職人さんを見せないっていうところをね、写真に撮ってで最終的にお渡ししたっていう話がヨナさん私好きなんですけど、それとかまさにね、ちょっとお話ししてください。はい、あの実際に、まあ、お客さんが求めてたかどうかわからないんですけれど、作ってる間にあの今この段階ですってLINE で送ってたんです。定期的に連絡取って、それで最後にあの商品渡すときに一緒にフォトアルバム作ったんです。そのビフォーアフターとで、その間のとちょっと手書きのメモも一緒に渡して、
すごい面白いと思います。これを、この話を純子先生に言ったら、えーって、うん、リアクションが私想定外のリアクションだったのでえーってだったんですね。あ、そっか、ヨナちゃんからしたらもう当たり前のことをしたんだっていうことなんですか。うん、はい、あ、これいいかも、フォトアルバム作ってはいって渡したんです。うん、お客様からしたらヨナさんに頼んでよかったと思った瞬間ですよね、絶対。うん、あ、その後も、連絡来ます、ありがとうって。そうですよね。なんか、あ、よかった、うん、と思います。ね、そこがあのできる人とできない人の差って大きく出てくると思います。そうですよね。なんかすごいあっという間にもう10時52分ってあっという間だったね。なんかちょっと話足りないこととかってありますか？もっとちょっとこれ伝えたいとか。最後に2人のちょっとアピールタイムもあるので、何か。なんだろう、なんだろう。ね、だとしたら私、その今ね、ヨナさんがなでしこスクール、まあ、25期っていうことでもこの9年運営してるスクールがあるんですけど、はい、それが次26期をちょうど昨日から募集開始したところで、ね、あ、これじゃあちょっと今ホームページを共有しますね。 ありがとうございます。すみません、いいですかね。あ、こちらですか。はい、こちらね、メール講座なんですけど、ここの方にね、まず最初にご案内することが多いんですけど、その、うん、なんだろう、もう私も、まあ、企業業界っていう言い方あれかもしれないんですけど、なんかこうビジネスね、自分とりあえず始めちゃうっていう人は、まあ、今の時代すごく多いと思うんですけど、とりあえず売ってみるとか、とりあえず発信してみるみたいなことって簡単なのでできると思うんですけど、でもそこからね、やっぱりこうどうしたらいいんだろうってすごく、まあ、出てくるところが、まあ、次の本格的な一歩なのかなと思っていて、でその時になんかこのまあ、簡単にお手軽にみたいなこう発信がキャッチーなものって世の中すごくたくさんあると思うんですけど、でもなんかそれで生き残れるわけじゃないじゃないですか。はい、本当に。例えばまあなんかこうすごく天才がいたりとかしたら最大瞬間風速的に一気にこうパッと売り上げ築けたとしても、でもやっぱり本当のね、今日なんかこう音美さんとヨナさんとお話ししてきたような顧客目線に立つとか、お客様の幸せが自分のお客の幸せになるみたいな、なんかそういったことが本当にないとやっぱ続けられないなっていうのが、まあ、10年やってきてすごく思うところなんですね。なので私はまあそういう発信一切したことね、今すぐ簡単にできますので言ったことないし、ヨナさんもね、ちょうどまあ4ヶ月の期間の25期やってる4ヶ月目今なんですけど、まあ、なかなかね量が大変だったと思うんですよ。それを1回やることによって、まあ、4ヶ月で全てが形にはならないし、全てが身につけられるわけじゃないし、やっぱこう始めたらその都度その都度やっぱこう勉強って自分でしてかなきゃいけないじゃないですか。だから永遠に終わりはないんですけど、じゃあどうやって勉強していったらいいのって言った時に、こう今までの私たちのこう学校教育の勉強の仕方とは真逆なので、その勉強の仕方っていうか、まあ、インプットの仕方、アウトプットの仕方、そしてなんかビジネスの基本はみたいなところっていうのは最初に押さえておくと、その後自分でこう歩んでいけるかなと思ってやってるんですね。なので卒業された方とかも、まあ、2年3年経っても法人持ったりとかね、こう何年か経った後もその時の当時の、まあ、企業ノートってみんなに作ってもらって、そこに全部メモったりとかテキストとかあるんですけど、それを今でも見返しますっていう方がいたりとかするのとかって、やっぱりその、まあ、時代が変わると、まあね、戦術的なところ変わりますけど、戦略とか本質って絶対変わらないので、その部分をすごく大事にしているので、何かこう何でしょうね、本当に長くやりたい人にはうちが向いているので、ちょっとね、26期っていうのをヨナさんにの後輩ですね。おやっぱ気づいたらこう日本で一番長い運営の女性の企業のスクールだと思うんですけど、そうなんですね。すごい、こういう雑誌 などにも掲載されてますね。日経マにも。そうなんですね。素晴らしい。メディアは結構ね、なんか知らないけどご縁をいただくことが多くてですね。うん、そうなんですね。させていただいたんですけど。はい。ちなみに私もこの9日間の講座から始めたんです。このメール、毎日9日間メール受けて、内容読んで、あ、じゃあここから始めようってなでしこスクール入りたいなって思いました。でその前は、ちょっといろんな人にも聞いてみたんです。
なでしこすぐるってどんなんて、うん、はい、ここが始まりました。ここから私も始まりました。はい、うん、ですね。なんかこういきなりね、全部ってマーケティングって難しかったりとかするので、うん、まあ、そういった難しい言葉使わないで、うん、こう本当に何だろう、難しい言葉っていらないじゃないですか。要はなんか自分が本当にお客様の視点に立てたら、うん、マーケティングとかもしかしたらいらないかもしれない。そういう学びっていうよりもお客様視点に立つことが徹底的にできたら、まあね、それもぶっ飛ばした上でできちゃうんじゃないかなと思うんですけども、なかなかやっぱりこう消費者だし、こう教え なんだろう、 手取り足取り教えてもらうのが当たり前の教育を受けてきた人、私たちにとってはちょっと難しいなって思うので、そういったところの、まあ、脳みそ入れ替えるっていうことをですね、まあ、このスクールを通して、ね、しかも私絶対全員置いてかないので徹底的な伴走をして、毎日ね、ヨナさんにもね、報告をというかシェアをしてもらったりとか、進捗確認とか、あとはそのね、ヨナさんの他の同期の方もやってること全然違うんですよ、うん、そうなんですね。そうなんです、全然違うので、一人一人にやっぱりこのペースとか、あと状況、スタート地点も違いますし、やりたいこと、サービスとか商品内容も違うので、そこはちょっとカスタマイズしてアドバイスさせていただいたりとかするっていうことで、まあ、4ヶ月でね、全員何かしらの形にはするっていうところを目標に、まあね、今25期は最後追い込みなんですけどっていう感じなのでね、もしね、なんかまあ26期もしくはね、まあ、ちょっと興味あるって方はね、このメール講座見ていただけたら嬉しいなって思います。はい、ちょっとバーって流したんですけれど、今のホームページのこちらが、あ、出てますか、 QR コード。あ、出ました。はい、はい、こちら QR コードになっておりますので、こちらから、はい、気になる方は写メして、はい、お申し込みお願いいたします。はい、でヨナさんも何かあれですよね。はい、私はちょっとずいぶん難しい、短くなるんですけれど、なでしこスクールを通して、新しい授業を立ち上げる準備をしていますんで、それがモノコト公募っていう、はい、まあ、そうですね、オンライン、今のところオンライン公募っていう形で、ここで、リフォームなんですけれど、その間にいろんなそのジュエリーの楽しさ、良さを紹介できたらなっていう、まずインスタを作りました。そして、来月、ちょうどゴールデンウィークの初めに、札幌の創生スクエアで、札幌に住んでいるインターナショナルコミュニティが開催するマーケットがございます。そこで一つブースを私構えるので、ぜひいらしてください。札幌にいる方はぜひ遊びに来てください。そして、そうですね、今年も職人力展が11月26、27、28開催するので、また後ほど、うん、情報が上がると思うのでよろしくお願いします。で、これがですね、こちらがヨナさんのインスタの QR コードですね。はい、まだね、ほんと始まったところなんですけど、これからいろいろ投稿するので、ぜひ。はい。はい。はい、皆さん、試してご登録をお願いいたします。うん、ということで、あっという間に1時間経ってしまいました。早くもなんか20分くらいしか経ってないよね。本当ですね。びっくり。もうなんか、別れが、なんか惜しいですね。まだまだなんか喋れる感じです。なんかもっと喋っちゃいそうですよね。第2回目とかも計画しちゃいます？そしたら。あ、そうですね。もうなんか、ね、ぜひなんか見てくださる方、これ、アーカイブも残るんですよね。うん、はい。うん、話を聞いて感じたことがある方、なんかね、メッセージいただけたら、それに沿ってなくて、うん、ぜひ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 メッセージを、はい、いただきたいですよね。まだまだ皆さんおしゃべりすることがあったと思うんですが、とりあえず1時間過ぎましたので、今日はここで終わらせていただきます。はい、はい、じゃあ